はい、お待たせをばいたしました。あとは自分で考えなさいのコーナーでございまして、まあ本当に寒いですね。だって銚子でなんだっけ、銚子で観測史上初めて雪が今日降ったんでしょ。はい。なんだっけ、銚子、なんかね、銚子が悪い。銚子、あ、この辺かな？はい。違うわ。ということでね、銚子といえば、菊池成吉様のご出身地でございああ、ますそようですね。ね。はい。菊池さんが、一応、田原中弁はですね、ええ。校閲にすごい、ほら、英文がすごく多いんで、アーティストの。700枚、800枚のアルバムも載ってるので、ちょっと一応、5月の連休明け、半ば過ぎにははい。出るのではないかということおお。でですね。で、成吉様がなんか文章をもう3つも書いてくれて、ほとんど今度帯は全部成吉様の文章になっちゃってる は感じなんでごい。ざいねえ、東ます。あ、だっ京。て、銚子ほら、はい。降雪記録90年ぶりお、す更げえ新っな。て、なんだっけ、すごいよ。11時22分で、銚子地方気象台によると、午前、千葉県銚子市で降雪を確認。1888年の統計開始以来、最も遅い降雪記録を90年ぶりに更新した。これまでの記録は1925年の4月6日だってんで、今日は4月8日ですよかからですね。ね。はい。1925年ってのは、昭和何年？多分戦争前でござそうでいますね。すね。だって戦争が終わったのが はい。1940年ですから、そうですね。1930年が昭和10年ですから、昭和5年。うちの、90年ぶりに更新だけど、90年ぶり？そんなことはねえだろう。昭和5年、あ、違う違う、昭和元年だよ、これ。すごいね。いやー、すごいです昭ね。和元年以来だそうでございましてですね。失礼。ちゃんともうすぐ書いてる人がいる。そう、昭和の時は覚えやすかったんだよね、ブスか。そうですで、ね。白がね、5の場合には0っていうね。西暦で5の場合には逆に昭和は0がつくっていう。1900だから55年は昭和30とかね。平そう成に入ってちょっと2足すっていう、ちょっと紛らわしい感じになってまいりましたなけどるも。ほど。なんか今日番組は載ってなかったの？あ、いや、一多応。分これを、じゃあまず聞いてみたいと思い聞まきす。ますか？聞きますこか？れは、聞きますか？もうネタですからね。ええ、そうまですずね。1番、はい。七尾の陰謀。七尾の陰謀。七尾。もうサラリーマン化したヒラメになった七尾。ね。ヒラメは上を向いて歩いてるので、上にしか目がないっていうね。よく裁判所なんかでですね、もういわゆる権力におもねった判決しか出さない人のことをヒラメ裁判官というふうに言いますけどね。まあ、検察は別にもうこれはもともと権力側ですからね。はい。正義の味方ですけど、そうです裁ね。判官はこれは公正無私にやるべきなんですけども、そうなってないって。ヒラメ1番、一番、七尾はい。さん。ならざません。2番誰ですかね。2番やっぱりあれじゃないですか。なんかほら、九条五剣みたいな、スタジオジブリに弟子入りをしてしまったのに、でもなんか豪華な結婚式をなさった CEO は名前なんだっ川け？上会長です川上さん。ね。2番、川上さんの陰謀。で、3番。ね、ありえないんですけども、一応麻生さんが、俺も株主だぞと言うんで、3番麻生さん。麻生さんのせい。4番なんですか？どうしましょうか。ね、4番、4荒井って誰よ？番。新井さん、新井が悪い。誰ですか。荒井さんって誰よ？荒井さんって。あと、夏野さんかな。あ、夏夏野野ささんんのね。はい。せい。はい。それで言ってみたら、ありは何？ブスカとヤッシーのせい。自業自得ってんで、これで言ってみたいと思います。まあ、普通いつも乗ってんですけどね。まあ、そう他にですなんかね。今日は裏番組がいっぱいあるんですかね。多分そういうことなんじゃないですうか。ちはもともと裏番組ということで始めてるのに。そうでね。すおね。金も取らないの で、ニそうコで動す。としてはお金を取ってくれってんですけど、お金なんか取ったってしょうがないですからね。そんなもそうなんです。の。別にお金取ってませんからね。そう。なぜか番組表に載ってなかった。まあ、乗る乗らないは全部ニコニコさんがお決めになるので、なるほど。あれなんですけどね。いきますよ。はい、行きます。5、4、3、2、1。ボン。出た？おー、やっぱ七尾さん強いですね。そうで七尾さんすとね。ブースカが拮抗してますよ。今日はだってなんか、皆さん知ってる？ブースカの親衛隊ってのがついにできて、
この番組を見てる、まあ、平日の夜方4時に見てるというよっぽどお暇な、タイムシフトでなくて、いつもリアルタイムで見てるっていう人が、先ほどうちの事務所の下に来て、ブースカさんに会いたいのでお部屋に入れてくださいっつって、フロントから電話がかかってきて、ヤッシーに来たのかと思ったら、あるいは今日はロッタがいますかってならともかく、ブースカに会いたいっていう。わあ、好きもんやなで、上がってきたら男でしたけどー。ね、よかった。ブースカ、ね、ブースカだってもうカミングアウトしてるもんね。ブースカ両方だって。バイセクシャルだっていう話だった。とかね。ブースカの言うことは、嘘ですからね。よく不動産屋さんのことを昔は、ほら、千密やってね。千に三つ仕事がオッケーならば、それで、それでいいハやウつっハウみたいて、同じだっつって。ねえ。ナス、あれ、なんかことわざあったよね。で、ナスと、なんとかとキュウ、ナスとかキュウリってのは、ほら、花粉、めしべとおしべがくっつけば必ず受精するっていう、この少子高齢の時に、ねえ、なんか、一生懸命婚活やってる人、じゃあ、何活っていうの？出産のこわかとんは。ないですけど。就活じゃなくて、なんて言うんですか？なんですかわかね。る、わわかかりりまません。す。まあ、いいこと。まあ、そういうことでございまして。明日はですね、今、ファッションバイなんていうの？ファッションバイ。あ、なるほどね。あ、へ単に本気じゃないんだけど、一応、ー。一応、バイだよ、みたいな感そうじいうのふりで、まあ、なんかちょっとおしゃれだと思ってやっている。バイをバカにするな。ブースカはファッションバイだった。じゃあ、これ聞いてみたいと思います。ブースカは本当にファッションバイか、ファッションバイか、それとも、ね、ヤッシーが昔から今どき真っ当な料理店と言ってくれるけど、ブースカ本気ジュルバイか。そんなこと、俺しか分 わかんない。やめましょうか、からない。大丈夫、大話。丈夫。そう、なんかあとね、その物語の物語が。あ、それはそうそうそう、25年、はい。スパで連載したんですけどいね。なんか今度やのスパの編集長はあんまりいまいち田ー。中康夫が苦手だったみたいでございましてね。まあ、いや役員の人とも話して、まあ25年やってたから、まあ、ちょっともっと他の雑誌で行こうかってことでね。なんか5あれなん月ですの連休明けね。とか、その辺からまたちょっと別の雑誌の方でやっいや、てまいり僕ますね、のでいいね。お店、南青山に発見したんでね、ぜひ紹介したかったんあですれね、意外とね、ほら、スパを読んでる人って、スパの年齢、年収100万、200万じゃなくて、いわゆるその手の年齢の人のことを知りたいって読んでる業界の人って多いんですよ。そういうマーそういケッう感ターじでとすか。ね。で、そういう人は逆にあそこのページ読んでて。前の編集長は、別にそのラーメンだけじゃなくていいですと。逆にまあ3000、4000、5000のでも、高めの逆とにころそういでう人もページ読むし、そういう人も実はスパの読者なんで、もしかするとそうじゃない人はスパどっかで立ち読みしてるかもしれないんで、スパをコンビニですぐ、書店ですぐ、即配ですぐ買ってくれるそういう人だったんですけどね。まあちょっと編集方針が変わったというか。まあ、後でちょっとそのお店紹介します。で、来週、明日は朝が、モーニングクロスにモーニングクロス。出ることになってまして。一応ホームページの告知は全部今までうちの川端がやったんですが、皆さんご存知のように川端が、なんとちょうど先週の火曜日に、妹とお酒飲んでて、雨の日で、飯田橋の駅で、すってんころりんして、なんと足をまあ2本骨折っちゃったって、さっき元の、ちゃんとヤシすぐにお花送ったのにさ、お花送ったのにすぐありがとうのメールが来てねえんで、なんだよって思ったんですけど、あ、すごいですよ。やっと、まあ、部屋で、パソコン使えるようになりましたっああ、て言やっうんてたんだ。で、ブースカがやらなくても私がやりまして、今頃になってよく言うよって感じでござ私いがますけ今ども。全部やってるんですよね。なんと大変ですよ。左足関節骨折で2本折れて、骨折間欠性制服固定術というのを受けたんだけど、まだちょっと液が、浸潤液が出てるって言って、抜歯はちょっとじゃあちょっ週とかかり末そうなでんすね。で、今週の末には退院って言ってたんですけど、退院はまだ未定って、サボってますかね？いや、やめてください。それはさすヤがシに。の来週の公演のパワポさとすかもが。作ってもらわなきゃいけないんだけど本当も、です。大変ですよね。ブースカにやってもらうのかな、どうなのかな。まあ、パソコンは使えんだからね、データを送ればできると思いますんで。で、まあ、いずれにしても明日は、モーニングクロスと。こちで、ら火で曜す。日が、なんかもう、なんだっけ、パライロダンティ、バラエロダンティ、バラエロダンバティ。ラエロダンティに出ま
ますけど、はい、であと土曜日はこれはあのラジコで全国の人も聞けるのかな、うん、まあ、なんか文化放送で新しく始まったっつ番組に出ますけども、はい、それから、月曜日がなんとこの間収録を終えた Q 様で、Q 様でね、Q 様痛恨の字を間違えてしまったので、そうなんですか、ひらがなで書けばよかったのに、まだ放送前ですから、ひらがなで書けばよかったのに、ネタバレはまた漢字で書いたんで間違えちゃったっていうのが一個あってそれでなきゃ全部当たったんですけどもね、まあヤシの本に出てくるような人の名前がくしくも出てきたりしていましたけど、はい、ということでございまして、まあ明日明後日の番組とかはね、またあの西野くんがすぐに文字起こしをして、はい、まあバラ色なんには文字起こしはないと思いますけどもね映像だけだと思いますけども行ってみたいと思います、ちなみにこれがその代表が構成されます。あこれ、ね、はい、そうなの、まあでもあのなんか最近のだとほら、はい、あのこういうなんか階段みたいになって一対一対決みたいなあれだと思っていったらそうじゃなかった。なんか10人単位でのチームなんですね。そうなんかね、うん、こういうメンツという感じでございますけどもね、はい、終わった後 MC の人にいやいつもテレ東の番組見てますよって言っちゃいましたけどね、もやもやっとした感じ、ね、もやもやっとした感じ、はい。ということでですね、はい、面白いですね、押し切り坊さんが作家漫画家集団の中に入ってるんですよ。そうなので、押し切り様と一緒にヤシが横に立たされちゃってですね押し切り様といかにスタイルが違うかみたいなのをですね振られてしまいましたねヤシ思わずロッタの代わりに犬になってしまいましたけどねなるほど、ワンワンって言ってしまいました。また番組でワンワンと言ってるっていう、相変わらずで、まあ明日のあのまあ予告で言っておくと、明日はあの 前回もちょっと言いましたけど、あのアジアインフラ投資銀行、はい、この問題に関してですねちょっと分かりやすく、実はあのイギリスとあのまあ中国の思惑、イギリスの思惑、まあ韓国の思惑は別にどうってことないですけど、あととりわけドイツの思惑というのを先週もお話ししたようなところをより分かりやすくお伝えをしようと思っております。でさて今日は何を行こうかというとこれだよね、ブースか、うん、あのほら徳島空港、あれは問題でしょう、やっぱり海上自衛隊はどうして騒がないの？あれだって本当に、まあ、ああいうのゴーアラウンド、タッチアンドゴー、はい、僕もね、一回経験あるんですよ。って別に私が飛行機運転するわけじゃないんですけども、羽田で、まだ今の羽田のターミナルになるような前に、はい、羽田で着陸したんだけど、すぐに上がったんですよ。でそれは何かっていうと、前に着陸していた機材がもたもたしていたのか、あるいは管制が早く着陸許可を出したのか、前の機材が滑走路上から完璧にはいなくなってなかったので、機長が、はい、でも今回の場合には私はこれこそこの日本航空のパイロットと副操縦士、とりわけ副航パイがいや車がいるってのを言って、で機長がわってあげたんでしょ、うん、やっぱこれ官邸はね、日本航空のこのねパイロットと航パイにはね、私は国民栄誉賞というか表彰すべきだと思うよ、うん、だって海上自衛隊はあれなんでしょ、だって徳島の空港ってのは海上自衛隊がやってて、それで4人管制官がいるって最初言ってたんでしょ、だけど4人のうち3人は別室にいたのでそこにいなかったって言うんでしょ、それで1人しかいなかったっていう理由が、土日は海上自衛隊の飛行機の訓練がねえので1人でも十分だって言ってたんだよ。あ、そうだったんですか。そうだよ、新聞に産経新聞様という自衛隊命の新聞がちゃんと書いてたんだよ。で途中になって、いや本当は1人だった、でその後またバレてきたのが、航空自衛隊や陸上自衛隊だと管制官2人当たり前の話でしょうよ。なのに海上自衛隊は1人だったんで、今後2人にすることを検討するって悠長なこと言ってんだよ。であのみんなね、あの100メ、1000メーター、1500メーターだったって言うけど、それは滑走路あれ2500あるらしいんだけど、徳島も。で着陸って真ん中あたりで電気がやる車がいたってんでしょ、あの車が問題なんじゃなくて、その車にどきなさいって言わなかった管制のもうど、あのポチョンボでしょ、チョンボどこじゃない話ですよ ね、マンボかっていう感じだよね、音楽で言ったら。だからそれはやっぱりこの間のあのルフトハンザの件じゃないけど、これ全然言われないんだよね。だって官邸胸撫で下ろしてると思うよ、もしこれで事故が起きてたら、このいわゆるまあいろんなご意見があるけど、集団的自衛権だとね、自衛隊のことをいろいろ法律上でやるって時に、なんだって全国のメディアはまたあのパッショネイトになってましたよ。なんかあの変な、なんだっけ、
大阪のお姉さんが最近なんか言ってるじゃないですか。なんつってんだっけ、クレイジーじゃなくて、なんつってんだっけ、あのお姉さん。ほら、レイジー。最近、ほら、よく出てきてるお姉さん。ああ。なんだっけ、上西なんとかさんが。上西さん、なんつったんさだっゆりけ、さん。上西うだらさんが。うだらさんだ上ね。西うだらさんがなんつったんだっけ。なんだっけ。なんつったんですか、あの人。上なん西て言うんうでだしらたっさんけ。はこう言ったんだよ。はい。上西うだらさんはなんだっけ。おお、上西うだらさんはエモーショナルって言ったんだ。でもこのエモーショナルがまたわからないっていう人がいたっていうのは、これほとんど日本の学力低下を象徴してるけどね。一応なんか上西なんとか様ってなんか、あれなのね。あの人と一緒。丸川珠代さんと同じで、大阪教育大の、彼女は天王寺の高校かなんかしそうですね。て、で、神戸女学院かなんかでしょ。まあでも別にそこでね、わざわざね、エモーショナルですかって、自分がエモーショナルになってたんだよね。なんかまあそれでだから、本当にあの問題は、だから本当にちょっと、一人でこう、管制官がいたってことはさ、これちょっと聞いてみたいと思います。うちの番組、いろいろネトウヨの人も工作員で入ってきてるのでね。徳島の海上自衛隊、管制官一人にしていたと、制度上も一人で OK と言ってたと。これ、ノープロブレーム。ね。ベリープロブレーム、ベリーエクストリームにプロブレーム。もう2択で聞いてみたい。あとは C は、ミソなので分かりませんと。管制官一人だった。ね。まあ、それは5、6秒で最悪衝突。5、6秒で最悪衝突って、最悪じゃなくて、だってあのままタッチアンドゴーしなければ、ぶつかったに決まってんですから、衝突したら。ね。怪我人どころの話じゃなかった。まあ、いやでしょう。ね。思いますけどね。まあ、これ一応ブロマガの方にも書いてますけども、あれですよ。だって全然問題ないって言っちゃってるんだから、すごいと思わない、本当に。こう言ってたんだよ、だって。の問題に関してはちょっとお聞きをしたいと。はい。だって産経新聞がやっとだって7日の日に海上幕僚長が問題があったって言ったんだよ。で、陸自は2人以上内規で決めていて、で、空自も、実施最速で、おおむね2年以上の経験者を含む2名を最低基準にしていると。で、だって5日の日なのが、5日の日の件が、だって7日になってやっとそう言っちゃったっていうね。で、ああ、なるほど。ごめんなさい何ね。が出た番組表出てないって、そうなんで、トップに載ってないんですね、今日はね。たまたま。なんで、たまたま。空き枠があるのに。どうしたんでしょうね。あ、それはやっぱもう一回聞かないといけないね。七尾のせいだね、これは。七尾のせどういしてだですと思かね、これう。ね。え？いつも載ってたんですけどね。5、6秒で衝突した可能性があると国交省は言ったが、計算の結果15秒程度だった。で、15秒と6秒とさ、違わねえだろ。で、こういうことをまた記者の人もうんだらかんだら言うんだけどさ、これ違うでしょっていう話だよね。そうですね。そっか、やっぱり有料コースしないとダメなのえ？有料放送にしないと怒られちゃうかな。わの？ かんないですけど。ブースか。いや、それぐらいしかだっ思ていつほら、かだっない。て、ブースか、だってこの記事もすごいよ。産経新聞、6日の日に、だって、あれですよ。海上自衛隊の徳島教育航空軍は、管制を一人で担当していた男性が車両に作業許可を出していたのを失念していたとしてる。で、広報担当者は、鍵括弧、休日のため自衛隊機の離着陸がなかったので、一人の体制に問題はなかった。ちょっとでも。これやっぱ問題でしょう。ね、多行きま分す私はこれ、よ。日本航空のパイロットと、キャプテンと航パイには、ね、ちょっと、ちゃんと官邸が感謝状を出すべきだと。よくやったぞ。グッドジョブ賞って出すべきだと思います。これ聞いてみたいと思います。あ、まずこれとりあか。えずこ一れを人答管えない制、と。はい。いきますよ。5、4、3、2、1。まあね。8割まあ以ね、上。問題ない。問題ないって言ってる人は、これどういう人いや、なの？わネかんタ？ない。ネタじゃないですか？つうか、漢字が読めないのかもしれない。多分。
ブースカの書いた漢字が読めないんだと思う。いやいや、なことはないでしょ。なことはないでしょ。無問題っていうのを多分問題があるっていうふうに読み間違えたのかもしれないですね。そうね、感染腹壊しはだね。まあだからそういうことを考えていくと、その新幹線とかそういうのもね、一人で運転していて平気なのかなってね、はい、前から言ってるけど、まあ、ATS も壊れてね、ね、ということになってしまうんでございますよ。さて、これ、まあ、前回もほら、厄介な超大国ドイツとどう付き合うべきか、もはや米国に次ぐ覇権国家にっていう、なかなかいい記事は読まれたので、皆さんにお読みいただきたいと思いますけどね。はい、その他ずんたらずんたら、これいきますか、ブスカ。はい。バンクーシ作品と知らずに安売りをしたガザの瓦礫っていう。バンクシーですね。バンクシー。はい。さすが、ブスカの発音。バンクシーというのは、バンクシーというのは皆さんご存知かな、はい、わかんないですけど、いわゆる現代芸術家さんの一人ですが、いわゆる本当に何だろう、こう突然いきなりそうなの、神出鬼没で現れてね、まあ JR に似ているとも言えるね、まあ、JR の場合にはみんなの写真を使ってみんな参加型っていうね、うん、まあバンクシーというのはブスカに発音を直されてしまいました。いわゆるいろんなところに行って風刺画を描くっていうね。そうですね。ですから、いわゆる、なんだ、この間のシャルリー・エブド、はい、あれは漫画で雑誌なんだけども、街に落書き、落書きって言ったら失礼だけども、非常にクオリティの高い作品ですね。でね、だからこれ、彼は何をやったかと、いわゆるパレスチナ自治区のガザに行って、で絵を描いたんですね。はい、で、まあ、一人の人はひしゃげた鉄球の玉で遊ぶ猫を描いた。だこれもやっぱすごい。つまり、ひしゃげた鉄球の玉ってのは、鉄の、つまりイスラエルが撃ってきた玉ってことですからね。はい、そうですね。それで遊ぶ猫を人間であえて、うん。ね。で、この人は売却に応じなかったんだって。アル・シャンバリさんは。だけど、バンクシーはですね、1990年初め、イギリス系なんだね。で、この時に彼は何をやったかというとですね、その、ラベア・ダードゥナさんのお家で、自宅を破壊されたんだけども、そこに、絵が描いてあった。右手で頭を抱えるギリシャの女神の絵画を描いていた。で、これを知っていれば彼女は人財産がつけられるほどの高値がついたはずなんだけども、6人の子供を養うために残ったその戸口と金属製の扉を2万円で売っちゃったと。175ドル。たらまあその後それが実がバンクシーのものだったということらしいですけどもね。はい、でもこのアルシャンバリさん、いわゆるひしゃげた鉄の、鋼鉄の玉で遊ぶ猫を描いた。この絵を売ってくれってのが殺到したんだけども、私はそんなものを商売として売る気はねえと。いうふうに言ってるって話なんですけどもね。はい、見てみましょう。A Gaza man feeling a little shame after selling a mural by the world-renowned street artist. すごい動画もブースか流すようになってくださ とりあえず CNN だからいいかなと。うん、CNN とかいいんじゃないですか。要はこれが、この A バンクシーの絵なんですけど、うん、これが要は175ドルっていうのがあるんですよ、ね。うん、So we sold it as we would sell an iron door for $175, and the man took it. Later, things started becoming clear that the artist was worldwide famous, and he drew it secretly. The man who bought the door used us. My house is demolished. Two level houses were destroyed. そう、本当に今書いてる。We asked him to return the door. この場所にないと意味がない。そうですね。もうもちろんそういうことです。だから、そこから移動してもダメだし、まあまあ、あんなね、売られてしまったらもう意味がなくなっちゃう。ね、はい。$1,000, so you can imagine the pain that this poor man is feeling when he realized he only sold it for $175. なんかこの時のお姉さんの顔って日本にもよくいますね。六本木ヒルズあたりにワンサがいるような、なんか病気2つっていう顔ですね、ほとんど。バイリーンっていう。まあ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 。バイリーンっていう。はい、いわゆるアジア系の方ですけどもね、ということでした。そうですか。で、はい、これ面白いんで、この人、まあもちろんそうなんだけど、
で、あれなのね。はい。あの、彼は逆に過剰反応しちゃったのね。あ、これ、写真特集ブースが下にあるんで、ちょっと出してきますかね。今出してますよ。はい、今出します。写真特集行ってみますかね。あと、この、その後の記事もこれ面白いんだよね。英国の情報機関近くにスパイの壁画を描いたっつうね。そうなんですよ。バンクシー。で、これもなんかも、なかなか M16 は面白いこと言ってるんですよ。M16 側もね、なかなかいいこと言ってて。あ、まあ、バンクシーの作品出してますが、こんな感じですよ。そうそうそう。これ、本当の、これね、これ本当の、これは、なんか電話ボックスで盗聴仕掛けてるスパイ。スパイの写真。なんか英国南西部の保養地、チェルトナムの、町の民家にこういう絵を描いたと。で、このチェルトナムには、いわゆる、英国情報機関の政府通信本部があると。で、いわゆるエドワード・スノーの NSA の英国版なんだと。で、このバンクシーがこの絵を描いた。でも、こっちの報道官もなかなかの。芸術作品についてのコメントを求められたのは初めてで、私たちは正式な評論家ではないが、住民の皆さんと同様、謎めいた作品の出現に関心を寄せている。うん、日本だとこういうの言わないよね。いや、でもっと興味、で、最高だ。興味のある方は当本部のウェブサイトをご覧いただければ、現代の情報工作員の仕事ぶりを垣間見ることができます。トレンチコートやサングラスは出てこないので、がっかりされるかもしれませんが。いいですね。イギリスらしいですね。ね、まあ、両方でお互いちゃんとこういうふうに言い合っているというですね。これはニューヨークの。で、ニューヨークはね、前のほら、ニューヨークのブルームワーグ市長はだいぶお怒りになってしまったっていう記事があって。ありましたね。だけど、その前のこの写真特集ブースか。写真。あ、今、それを出してる。あ、これを出してる。はい。じゃあ、2枚目いきますか。2枚目は、2枚目が、ね、2枚目。あ、これ。まあ、今、みんなこんなインスタグラムのようにバカバコバカバコ写真撮ってる人たちが、これですよ。これ待ったもんだね。このね。で、これ、あ、これね。はい、だこれは 9.11 の時ですね。お花を置いてあって、こうやって。はい。ね、あ、次の絵。これですね。ブースか。これね。出ますね。これなかなか。ん出てる。あ、これです。これですね。はい。そして、これが先ほどの、これもニューヨークなんだ。これもニューヨークですね。うん。13年10月。うん。そして、これ。これすごいよね。イラク戦争を題材とした。暗視ゴーグルをつけた馬が驚いて逃げるって。これ、車が下に書いてあって、はいはい、上がなんかほとんど映画に出てくるような、なんか、ね、マクベスに出てきそうな感じ。ニューヨーク。うん。これもニューヨーク。はい。それから次、これ。クレヨンの弾でマシンガンを撃つ子供の絵。2011年2月。とにかくね、どこで書くのも何も言わないんです。突然書いて突然消えてっちゃうんですよ。うん、だから、バクシーのものだと最初は分からないのでみんな見てる気がするんだけど、まあ、結果的にあれ、なんだろう、やっぱバンクシーの研究家もたくさんいますから、それでこれはバンクシーのものだっていうことで、その次のこれもまたブースがすごいよ。ニューオーリンズでほらハリケーンカトリーナから3年目の時の前日に、ルイジアナ州ニューオーリンズでこれほらいわゆる海兵隊というか軍兵が、うん、そうですね、まあ片付けてあげてるとは到底思えないんでこのラジカセとかまだあんだね。まあ、いやでもなんか一つ象徴じゃないですか。電子機器というか電子機器をこうやって持ち出しているい、ね。持ち出してる。はい、金目のものを。はい。ね、感じで。泥棒を。そうそう。その後だとほら、冷蔵庫の形をしたタコをあげることもって、ニューオーリンズ。こういったいわゆるその文明的な部分に対して、皮肉する傾向が強いですね。あと次、この次もすごいよ、これ。ノーロイタリング。ノーロイタリング。ロイターってのはですね、通信社じゃなくて、いわゆる、道草をするって、はい、ここ立ち止まっちゃダメよっていう。でもその下にその独居の高齢者が一人でこう椅子に座っている、うん、ちゃんとアメリカの旗と持ってるんですよね。そうだからこれはすごい、これはすごい示唆に飛んでいる。これは村上隆は到底及ばない、うん、ねえまあさ、村上隆に及べっつうのが違う施設はあるけどね。いや、それについては僕はちょっと、ね、マッド天野さんともちょっと違うんだよね。あ、まあそうですね。マッドさんはマッドさんで本当にパロディって前提で書いてましたからね。まあマッドさんやっぱ段階の世代的な発想って感じでしょ。あ、そうかそうか。バクシーってのはこれ集団だけど、はい、多分だからなんとなくこれはやっぱりアラン・ムーアの V4 ベンデッタの感じのですね、いわゆるそのアノニマス能面かぶってる人たち、はいはいはい、ああいう感覚だよね。
そうですね。ね。で、これに対してどうですか、そのほら、はい、前のパリ市長、じゃあ、ほら、ニューヨーク市長、お怒りになられちゃったわけ。ああ、ブルームバーグさんね。ブルームバーグは何を言ったかっていうと、はい、ね、ブルームバーグはこれ、いつの話ですか ?2013 年10月。はい、ね、10月の話ですね。で、これは例えばね、食肉処理場の配送車に見立てたトラックのコンテナからぬいぐるみの豚や牛や鶏が顔を出す。つまりほら、動物愛護っていう単にほら、正義を言うんじゃない感じの絵なわけ。そうですね。で、マクドナルドの店舗前には等身大のマスコットのピエロの靴を磨く薄汚れた少年が出現していたっていう。まさに、99だ。We are 99っていう感じの。で、ニューヨーク市警察によると、これまでのところ、被害届は出ておらず、捜査に乗り出すには至ってないと。ところが、ブルームバーグ当時の市長は、ゲリラアートは法律違反に当たると。他人の所有物や公共物にいたずらしたり、汚したりする行為は、私に言わせれば芸術とは言えない。たとえ芸術だったとしても許されるべきではない。法律にはそう明記してあるって。まあ、まあ、ブルームバーグ氏の前のね、ルドルフ・ジュリアーニ氏も、いわゆる窓ガラス理論っていうのを言って、ガラスが割れたりするとどんどん犯罪が起きるから、ガラスが割れてるような街はダメだってことを言ったんだけども、うんね、これを思うとね、私はやっぱりね、今もうほら、都知事も辞めちゃったし、国会議員も辞めちゃったんで、この間ある人が、どうですか最近って言ったら、面白くないに決まってるだろって言った石原慎太郎さんっていう。でも、石原さんは、いわゆるほら、六本木トンネルのところの絵もね、まあ、割かしおとなしい綺麗な絵なんだけど、ああいうのを描かせたり、いわゆる大道芸人フェアみたいなのやったり、まあ、自分の息子の絵がそこにでかいので乗っちゃったとかってあったから、公私混同とかまた、堅物のメディアに言われたけど、はい、やっぱ一応彼はやっぱりその意味で言うと、そういう感覚があるんだよね、うんうんうん。あれは今どうなったの？あの横浜の駅からずっとさ、はい、昔の桜木町へ行くところの線路の下のところにずっといっぱい絵があったじゃないですか。はい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 、あれはなかなか面白い芸術的な絵があった、ね、まあ。あれは今どうなってるんですかね、うん、横浜の人誰かご存知ですか ね私も横浜。もう一度しか見たことない。あれはすごいと思った。うん、ねえ。何やそうちゃんはなんだかんだユダリカが好きなんだって。ユダリカって何？ユダリカって何？ユダリカって何？ねえ、はい、V4 ベンデッタ、これは大変なもので、やっぱヤッシーは本当に V4 ベンデッタのような作品が描けないところに私のクリエイチャーとしてのクリエーションのなさっていうのを毎回感じますけどね。あ、そうか、新宿城、そうか、ああいうこともするんだよね、しんちゃんってのはね。ユダリカってのはユダヤ支配のアメリカ？アメリカ？ああ、ユダリカ、あ、そういうこと。そういうことか。ああ、ジューイッシュアメリカンが俺が好きだ。なんで？意味わかんねえこと書いてるな。ブルームバーグとかジュリアーニを、要はユダヤの手下だという陰謀論は、だって別に今、ルドルフ・ジュリアーニのこと褒めてはいないじゃん。ないですよね、別に。あれはブルームバーグ氏のことも褒めちゃいないんだけど。え、なんかそれバンクシーとユダヤのなんか陰謀みたいな話ってあるの？ねえ。本当？本当かね。まあそんなこと言い出すとさ、全部さ、そういうフリーメイソンで片付けちゃって、ほとんどまあ、イルミナティだ。そうさ、イルミナティとフリーメイソンが大体そもそも違うことすら分からず言っているっていう。もうそうなってくるとほとんどあれだよね。ベンジャミン・フルフォードの世界に入ってちゃうんですよ。そう。フルフォード人事パンに出てちゃう。そうそうそう。そんなこと言ったら、だから日本に置いてあって、ね、あいつは半島出身だとかさ、大陸出身だとか、相変わらずなこと言ってる人もいるけど、日本の列島には、ね、パプアニューギニアから来たか、半島から来たか、大陸から来たか、どれしかないの、はい、決まってるじゃないですか。そりゃそうですよ。現在の、金城天皇自身が自分の中にそういう DNA があることに親しみを感じるつってんのに、そういう都合が悪いところを認めないってのがね、いかんよ。皇室を敬いますって言いながら皇室の言ってることを聞かないってのはさ、不敬罪ですよ、本当に。そこはちょっと考えていただくと思いますね。はい、ということでね、まあその後あのずっとまああれなんだな、あのやっぱりほらイエメンの問題、うん、あの本当にまあ、シーア派とスンニ派というか、でも私はやっぱり、サウジアラビアがイエメンをああやって空爆してるじゃないですか。はいはい、誰もその追い出されちゃった、
あれが元の大統領というのが、うん、言ってるからって言うんだけども、でもそこももうフーシ派がね、うん、占領しちゃってるから、これは結構大変な問題なんでございますけど、ね、はい、さてこれも驚いたね。オバマ大統領は在任中に49州訪問、残る1州だってね。8年間、もうじき8年なのに、はい、まあまあ6年か今、全米50州を行ったことがないっつう、この話は。これはちょっとあれなんですけど、やっぱりみんな行くんですよね、全部。というか、いや、ところがね、はあ、ジョージ・ダブル・ブッシュは、この記事すごいですよ。だって歴代の近年の歴代大統領ではジョージ・ H.W. ブッシュ、ビル・クリントン両大統領は全州を制覇したが、ジョージ・ W. ブッシュ前大統領はバーモント州の地を踏むことなく退任していたって。世界中のことをやってるかもしれないけど、一応足元のことね、普通50州行ってなくて他の国行ってるみたいな話だよね。サウスダコタだけまだ行ってない。それはやっぱ差別があると思ったからですかね。逆に言うと、ブッシュ大統領はバーモント州行ってないっていうのも、なんか意味深といえば意味深。面白いですね、そこら辺ね。なんでかね、これ。なんでなんですかね。謎。超謎。あとなんかアラスカ州にはとりあえず行ったは行ったけど。ああ、そうそう、アラスカは行ったけど、飛行機のトランジットと行っただけで、これは寄ったって言わないでしょ。よく私、世界中50何カ国行ってますなんて人がいて、なんだと思うと、はい、単にトランジットでそこ行っただけとかね、うん、まあそれはまあサンマリノとかバチカンは一応ね、うん、車とか足で行きますからね、はい、行ったって言えますけどね、そうですよね、アンドラとかはね、うん、という感じで、うん、今日はだいぶネタが違う感じで来てますけど、そうですね、ちょっと後半、はい、あとね、やっぱイギリスがほら少数政党が勢いで二大政党政治終焉も、お、そうなんですか、東京新聞の、あ、本当だ、本当だ、まあ、アメリカもね、一時期ラルフ・ネーダーみたいな人が出てきたりしたけど、まあでも結局このイギリスの場合にも、いわゆるそのスコットランド独立党みたいなのとかね、あるいはもう無駄なお金使わないティーパーティー的な頃。だしばらくずっとイギリスの二大政党制でしたからね、ほぼ。だけどこの、あれですよ、東京新聞のこの記事はなかなかよくできた記事ですね。面白いね。だって2010年の総選挙でも保守党が 36%、 労働党が 29% だけども、はい、当時のいわゆる自由党、これが 23% 取ったの、うん、で英国独立党が 3%、 3ポイントで、スコットランド民族党が2ポイント、緑の党が1ポイント、その他6だったの。だけどね、結果的にね、このやっぱ自由党ってのは何だったかっていうと、いわゆる自由党が当時はすごくこう力をつけたのね。だけど自由党は一緒に連立に加わっちゃったわけですよ。はいはいはい。そうしたらやっぱり、ダメだったのね。なるほどね。だから今回で言うと直近の支持率は保守党が37、労働党35、うん、で、自由党は23あったのが今7ですからね。うん、で、英国独立党、これが3から12。で、英国独立党ってこれ何かって言ったら、まあ、EU から出ましょうっていう。まあティーパーティー的とも言えるんだね。自民極右でしたって確か。比較的そうだから、で移民問題は解決できない、 EU に入ってたんだよ。だからまあ移民排斥とも言えるわけですよ。でまあこれは多分そのうちの日本のですね、毎年20万人ずつ移民入れるっていう、はい、移民を20万人ずつ入れれば人口が1億できるって閣議決定みたいなことしちゃってますからね。しちゃってますよね。うん、ここが問題になってくる。で、やっぱね、スコットランド民族とは何を言ってるかとね、緊縮財政が貧困を招いたとして、高福祉や大学無償化を訴えた。はい。で、これがやっぱりスコットランド民族とが増えてきてるんですね。だって、その、いわゆる公開討論やったわけじゃないですか。はい。ただ、デビッド・キャメロンと、労働党のミリバンドは、両方2割程度で、で結局独立国が EU の中で移民問題は解決できないって EU 離脱を主張したら、これが肉薄しちゃったと、うん、でまた世論調査機関の調査では、逆にこのほら緊縮財政が貧困を招いたんで幸福士や大学無償化を訴えたスコットランド民族党のスター・ジョン氏が1位だったんですよ、はい、まあだからだん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 、まあその二大政党でもうまくいかないんだけれども、みんなポピュリズムになってきちゃってるっつうことだから、まあどこかの国とも似ているとも言えそうですね。さて、なんだろう、まあその後ちょっと沖縄の問題を書きました。
まあ、確かに今、菅さんね、粛々って言葉使っちゃったからね、上から目線と言われて、まあだから、まあ、しもょうともがとほら、粛々ってのは数の論理があるかない。ら、粛々と議論をしますってのは、もう予算は通りますって、今までもね、どこの議会でも言ってた、地方議会でも言ったと思うので、あれなのかな。でね、まあ、これはちょっとまた新しい連載を始めるところの1回目にでも書こうかと思ってるので、ちょっとあまり言えないのですが、ブースカ知ってる？沖縄って前から言ったけど、沖縄ってまあすごい狭いところに基地の8割だ、9割があるっていうけれどそうでも、すね。沖縄の那覇って、この前言ったっけ、沖縄の那覇って沖縄の本当の一番南からどのくらいの場所にある？沖縄の島なんでしょ、本当ね。なんとね、宮古とか石垣とかじゃなくて、与那国じゃなくて。那覇の場所は一番南から実は3分の1の場所なんですよ。そうですよね。こうあるとしたら、本一番南からね。南から数えて、ちょっとこう、本当そうにそうそう。上のあたりで、であとさ、空港はさ、なんであれ那覇空港って言われて沖縄行きっていうの？あれも変だと思わない？すけど、まあ、言われいやてみだりかゃらそうさ、です。徳島空港は徳島県、まああるのは町なんだけども、徳島市だから、徳島空港っていうのはね、両方わかるけど、沖縄のあそこは那覇市でしょ？で、沖縄には他にもいっぱい空港あるわけじゃん。なんであれ沖縄行きって。だって那覇空港って名前なんだよ。空港名が。沖縄空港じゃないんだよ。なのに全部の航空会社は沖縄行きって書いてんだよ。あれも変な話だまあ、確な。かになんそうで那ですね。覇変で行すきって書かね。ないの？あれがやっぱ本土の論理なんじゃないの？通気がするわけよ。まあ昔もね、伊丹しかない時には大阪行きだったけど、今伊丹行きでしょ？で、関空行きでしょ？神戸行きでしょ？閑古鳥鳴いてる。そうなんですでね。ね、名護ってのは実は沖縄の下から3分の2の場所なのですか。だから3分の1の場所が那覇で、3分の2の場所が名護なの。と、さらにその上に3分の1沖縄には土地があるんですよ。だから、まあ、将来的にはおそらく、グアムに移転をすると、そのお金も日本が持ってくださいなんだけども、辺野古のところがいい悪いという人間論になってるでしょ。でもそうじゃなくて、その北には大変な北部訓練場っていうのがあるわけです。で、この北部訓練場の半分を民間に戻すってことにしたわけで、何が起きてるかと、民間に戻しちゃった、民間っていうか日本に戻しちゃったんで、北部訓練場、演習場はもう本当に、まあ、なんていうかな、ハワイで言ったらマウイ島の花マウイに、ジョン・レノンが大好きだったと、リンゴ・スターが大好きだった、花マウイに行くようなところみたいな、もう本当に手つかずの野鳥とかヤンバルクイナとかわんさかいるわけ。そう皮です肉なこね。とに北部の演習場であったがために、で、この北部の演習場で年間使ってたのは大体50回くらいなんですよ。だから1週間に1回くらいしか訓練してなかったの。で、これの半分戻しちゃったら、また今は砂防ダムだの、うんだらかんだら始めちゃってるわけよ。だけど、私はどうしてもあれだったら、ここに基地を、軍民共用空港を作るってのもね、そして花マウイと同じような自然に配慮したリゾート地にしていくと。今ある沖縄のところも大体開発されきったところの海でしょ？そうじゃないような、むしろ沖縄の山というようなリゾートにもなる場所なわけ。で、そこに軍民共用空港を作るってのも、グアムに行くまでの間として、ある第三の道なんだけど、こういうとこと言っても全然ダメなんだよね。だから辺野古が賛成反対ばっかり起きてきちゃってるわけ。ということなんでございましてね、この辺のことがちょっと記事に書いてございますので、ちょっとご覧になってみてくださいませ。ブースか、これは驚いたね。東京。マヤ市の今くりもほとんど限界集落化を語ってるんでございますけどもね。ブースか、東京の単身世帯の70%が高齢女子単身世帯だって。まあ、単身世帯ってでも学生とかサラリーマンとかオフィスレディーとかもいるんだけど、まあ逆に言うと、ほら、若者の過半数が家賃払えず実家に居候っていう記事が毎日に載ってたんだけど、でも本当に東京は2020年オリンピックの前年から人口が減っていきますから、まさに今国の中でも言ってるように、コミュニティがないですからね、限界集落になってくるわそけうでですよ。ね。だから横浜なんか、まあ、東京も随分チーバスとかね、ハチ公バスとかね、できましたけど、横浜なぜかチーバスとかハチ公バスみたいなのほとんどないんだよね。
あれ、横浜なんか坂道いっぱいあるから、横浜なんかは京急とか市営バスとか、かな中とか、東急バスとか、みんな一緒になってやればいいんじゃないかなっていう気が。あ、お部屋のあれじゃないかな。ちょっと待ちちょっなとこれ出て、さい。ちょっと出てください。へいへい、もしもし。店のと電話がなくなったようです。店あというのか、そね、ので、事務下、所部がね。屋はまだ開いてないよね。じゃあちょっと下でとおりあえ待ずちでくすださね、いって伝えてください。なんだっけ、さっき、私のな、土今曜下日に2人来たって言って、ロビーにいるから、誰か土曜日にムースカのお店でやってねって言い何？出したんで、土曜日あ、だ土曜、だ時間帯ね。時間帯の話かな。時間帯聞いてみますか、もう一回。何、ああ、そう、ああ、なるほど。時間帯皆さん、平日、じゃあまず平日、週末、それで聞いてみたまいず、と思いそまれす。ちょっとやってみましょうか。横浜市営バス、それと似たようなことやってます？やってるか？やってるかもしんないけど、かなり少ないんじゃないの？東京に比べると、ミニバスは、まだ。運営からクレーム来たって何？違う違う、運営からじゃないです、別に。下のフロントからです、事務所の。ロビーストから電話。ね。時間帯聞いてみたいと。まずじゃあちょっと平日か休日かね。平日か休日か。週末かってことですね。そうです土ね、日っ週て末ことですね。か。まずそれで聞こうと。どっちがいい？生活のリズム合わせたからこのままでいい。ありがとうございまあす。りがとうございます。ね、やたさんね、ありがとうございます。本当に今日あれですね、静かですね。ねえ。コメントがいつもより。コメント今日静かだね。番組表出ないとここまで違いますか？ああ、そういうこああ、とそういうか。ことなのかそういうな。ことなんだ。ああ、そうか。じゃあちょっと、なる七ほ尾ど。さんに言わやなきっゃぱダりメですね。七尾企七尾んだね、これ。さんに言わなきゃダメですね。まあ、いきますよ。5、4、3、2、1。ああ、平日がいい平そうで日すがね。いい。じゃあ平日時間帯で聞いてみましょう。まあ一応今、水曜4時ということで基本やってますけどね。そ夕方16時。午前。うですね。午前あ、お昼か、もっと早く。お夕方からの仕事があるからもっと早くって人昼とかね。とかね、お昼過ぎ、午後早め、まあ2時、3時ですかね。そうか、今見てる人はそれは平日希望だね。確かにそれはね。そうですよタイね。ムシフトで見た人が書き込めると本当はいいんだけどね、ブースター。できないんですよね。そっか。ことかな。行ってみますか。どうぞ。こんな感じですね。出ます。ゴールデン、一度でいいから見てみたいゴールデンタイムやるところ。ゴールデンタイムね。これがどうしようか。ブースカがどうするかって問題だからね。でもやっちゃいますブースか、以外の人で。うちの店でやっちゃうかっていう話もね。そうか、今見てる人で、逆にそうか、今リアルタイムで見てて、平日が6割ってのは逆に少ないとも言えるという。なるほど。ロールシャッハーのような意見が出まあてきそうましでたすね。ね。なるほどね。まあ、夕飯の支度しながら、まあ、それはそうだね。タイムシフトがあるからっつうのはね。タイムシフトって普通の会員も事前にはできる。事前にはできません。だから普通の会員の場合は予約が必要で予す。約をしないとダメタイムシフトそうじゃない。プレミアそ会員の場合のは人は一後度か見れら、ます。1週後間。から1週間見れいるわられけまね。す。なるほど。野球ない月の19時でお願い。野球がない月曜日の19時でお願い。もう本当にわがままだな、もう。ちょっと待ってください。いきますよ。どうですか？5、4、3、2、1。
まあ夜多いね。夜多いっすね。まあでも今のままもいるからね。だからやっぱタイムシフトを金払わなくてもできるようにするっていう、これは独立チャンネルにさせるっていうのを七尾に。いや、あの、これはね、まあ、そこまでいくね、公式チャンネルに持ってかなくちゃいけないんで。なるほど。それは難しいですね。でも公式にしないってことは、だって七尾もこんなに時間帯にこんなに見ていただいてありがとうとか言いながら、だんだん広告出さないで人数を減らそうとしてるって。やっぱ七尾の陰謀だね、これ。だからやっぱ七尾は8っていう数字を最後に書かれるのが嫌なんだよ、7だから。コメントしづらい。わかった。だから8ってさ、みんなが書いてくれるのが悔しくて、じゃあ、あと10分ぐらいだから、今、電話しちゃったらどうですか、七尾さんに。今ここで。七尾さんに。電話してみようか。電話しましょうか。七尾さん、なんか出てなかったんですけど、みたいな、番組を。あれの、ああ、そっか。ニコードで、ニコードで、これ、なんだっけ、ドワンゴダンチーツってと、ほら、彼の名前忘れちゃうから、ああ、なるほど、ね。こっちにあったんだ。あった。行ってみます。さあさあ、でも出るでしょうか。出るでしょうか。七尾先生、またどっかお出かけ中だったりするんだよね。かかりましたよ、七尾さんに。かかりました、かかりました。出ますかね。3回になりました。さあ、3回やった。4回になりました。でしょうか。5回になりました。5回になりました。もう、きっとスタッフに言われて出るなって言われてるのかもしれない。もしかしたらね、何にも言ってこっち来ないですけどね。留守電にもなりませんよ。あら。留守電にもなりませんよ。どうしました？七尾様。会見に出てるのかな？どっかの会見に行ってる。多分、はい。うん。留守電なんですか？留守電にならない。ならない。お話し中ってこともある。お話し中でキャッチフォンっていう場合には。可能性ありますね。だとしたら留守電にはならないです。ダメですね。はい。あれ残念です。残念でございました。はい、ということで、これはどうですか？ほら、東大のなんか卒業式で、なんか学長が挨拶したのと、信州大学の入学式の挨拶でしたのが話題になってるっていうのが、ウィズニュースと、ウィズニュースとかって言って、これ朝日新聞がやってるのね。いろいろなんか、手を変え、品を変え、皆さん考えてるという感じなんだけど。はいはい、ああ、これか。これね、何かっていうと、ほら、昔、太った豚になるより、痩せたソクラテスになれっていうのを、大河内さんっていう、大河内伝次郎じゃないですよ。大河内さんっていう、あの学長が言ったわけよ。で、それの話なんだけど、まあ、これも最高だね。茨城の県民の日が一日ずれてたっていうのもね。うわー、訳わかんない。茨城県すごいね、これね。朝日新聞載ってたけども。で、これは何かっていうと、東大の卒業式で、はい、で、こういうこと言ったと。で、教養学部の卒業式。教養学部ってのはね、4年間とも教養学部なんだね。そうですね。で、これはいわゆる1964年、東京オリンピックの年ですよ。大河内和夫さんという当時の東大総長が、太った豚よりも痩せたソクラテスになれと発言をしたというふうになってんだけど、実はこれは言ってなかった。言ってない。で、実は J.S. ミルの文章を引用したんだけども、引用を明記した上で原稿は書いたけど、実際に読まなかったと。はいはい、で、原稿をかなりアレンジして、まあ、その場で即興で自分も言っちゃったと。んで、このエピソードが、まことしやかに語り継がれて、今日では一種の伝説にもなってるというふうに、まあ、この教養学部長、学総長じゃない、学部長ね。はい、で、善意のコピペや無自覚なリツイートは時として悪意の虚偽よりも人を迷わせます。そしてあやふやな情報が一旦真実の衣を着せられて世間に流布してしまうと、もはや誰も直接資料にあたって真偽のほどを確かめようとはしなくなります。なのであらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一時情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること。警察のおかし下げ情報を書いてる新聞記者はビビっちゃうね、これ。この健全な批判精神こそが文系理系を問わず教養学部という同じ一つの名前の学部を卒業する皆さんに共通して求められる教養だみたいなこと言ったらしい。あ、で、なんか、うん、ニーチェのツアストラは各語り木の中から、なんか君は君自身の炎の中で自分を焼き尽くそうと欲しなくてはならない。君がまず灰になっていなかったらどうして君は新しくなることができようっていうのを読んだんだってさ。で、って言うんだけど、あとも、なんかほら、信州大学でもほら、なんか、信州大学の山沢さんという学長も、なんかほら、
君たちはもうスマホとかやるな。スマホを見てすぐそこで情報分かったようなふりしてちゃいかんっての言ったっていうのが盛り上がってたっつのがあったけど、まあ言われてもしょうがないよな。でもね、ブースカ、これのね、俺ね、一番ね、面白いと思ったのは、これに関して、あれなの、この人が、いろんな、ほら、これ、もともと、ヤフーの方にあった記事で、だと、これをツイートしてる人たちがわんさかいたわけよ、はい。で、これがね、最高でさ、このツイートしてる中で、このネタのオチは、まさにこの記事を、原文にも当たらず感動したってツイートしてるやつが一番多いってことだろうつーの書いてたやつがいて、これはなかなか皮肉でありましたけどもね。だからまあなんだか本当にそういう何ですかね、みんな自分で調べないって、あとは自分で考えなさいって私が言うとね、怒っちゃう人がいますもんね。なんで教えてくれないんだってね。あとはまあみんなで一緒に考えましょうっつうことだとは思いますけどもね。ね、ということで。でもこの茨城のこれ、この県民の日もブースか、最後に行っちゃう？行きますか。これ最高だよ、本当に。茨城県。さすが茨城県っつう。本当は一日ずれてた茨城県民の日っていう。あれすごいですよ、ね。いや、だから茨城県が30年以上。あ、これどっかでやってた？いや、僕はこれ、今日これで知りました。うん、県民の日が11月13日。だって。っていうふうに1968年の茨城県条例で決まったんだって。ところが茨城県の設置は内閣官報局、いわゆる官報に載ってるのだと、はい、11月14日なんだって。でその13日ってのは何だったかと、初代の県知事にあったのは、県知事ってのは昔県令と言われて中央から来たんで、その茨城県参事として山岡鉄舟、なんかすごい名前だね、山岡鉄舟って。座禅でも組むのかって感じですけど。なんだって。だから一日ずれてたと。はい。ところが県民の日を一日ずれたまま、つまり廃藩置県でできたのが11月14日だったのに、この30年間は11月13日と一日間違えて、ずっと県の条例を作って、今年の県立高校の入試で、明治時代の出来事を年代順に並べる社会科の問題に、11月13日に現在の茨城県の範囲は、新張郡ってのは土浦のあたりですね。印旛郡ってあんだ、千葉県かと思っちゃうけどね。ねえ。うん。茨城県の3つの県に統合された。あった。で、これはまた詳しい人いるんだね。福岡市の塾講師、金子直樹さん40歳。ほとんどこれクイズオタクみたいな人だね。なあ、これは違うと言ったと。だけど、まあ結局まあほら、どの順番かっていうのが多分全然もう離れたんでしょ、10年くらいずつね。まあ、同じ月の話じゃなかったんで、うん、正解だった。正解は別には変わらないって話なんだけど、まあ飛んだとばっちりで大恥だね。県の副読本でも、県の誕生日を1日早い11月13日。でも2月29日生まれの人とかっていうのはほら、大体親はね、3月1日か2月28日で届けるでしょ、はい、でもあれはでも病院のほら、出生の記録があるから、それを嘘書くとこれまたそのうち公文書偽造とかで捕まっちゃうんですかね。分かんないよ。だってこれからマイナンバー制になって、ちょっと権力に対して批判的とか、なんかそこでゴミの問題をやってる市民運動家の子供とかがだよ、2月29日に生まれたんだけど、2月28日とか3月1日ってすると親捕まっちゃうんですかね、これ。捕まると思う、捕まらないと思うってのでちょっと聞いてみますか。時間ありませんね。あ、時間ないですか。いや、でも時間あと2分だよ、ブスか。あと2分でやれますか。やれるかな、どうだ。やめてください。山岡鉄舟は勝海舟、何高橋泥船っていうのこれ。幕末の3船、知らなかった。三船敏郎ってことですか。いやー、ねえ。いずれにしても、でも2月29日の人はまず変えてるでしょ。あと、12月24日に生まれた人もね、はい、12月23日にしてもらった方が、またしもね、うん、国民の祝日だしね、天皇誕生日だし。そうですね。そうなるとどうなるって。でも、そもそもだって、本物のリアル精子と卵子が受精していない体外受精とか、他の人の精子とか卵子使って自分の子だっつってる人が出てきてんだから、うんはい、それが自分の子として認められちゃってるご時世にだよ。2月29日を3月1日って書いて
捕まったらとんでもない話でしょ、これ。そうですね。時計が壊れたかもしれないもんね、病院の。2月29日のほら、23時59分が、時計が進んでて、3月1日の0時1分になってたかもしれないもんね。ということを考えると、まあ本当にこの、やっぱ形式値、さっきのあのネットの話じゃないけど、はい、東大のね、話じゃないけど、うん、嘘の一時情報を全部本当の一時情報と見てしまうということなので、まあそのためにはやっぱりこのブースカと一緒にこれを毎週見ていただくというのが、はい、来週どうしますかね。来週はどうしましょうか。なんか確かに、はい、ね、木曜日とかにしちゃうとやっぱりずれたからって、でもさ、うん、ずれた、一日ずれたから産んだらってさ、はい、身勝手だよね、少し。ねえ。いやいや、ただまあ、いずれにせよ、ね、NHK と違ってお金取ってませんから、これ。そうそうですね。まあ、ちょっと、お部屋が空いたのかも。お部屋が空いちゃった。まあ、もしもし来週も、はいはい、水曜日、はい、午後4時からにさせていただければ、はい、と思いますけども、ただ、あの、ちょっとね、ここしばらくぶれてしまいましたので。あ、そうですか。はいはい。じゃあ、今、下におります。よろしくお願いします。今日動いてどうですか、ちょうど人参が、はいはい、人参がちょうど今日はちょうどたまたま5時ぴったりになる。ジャスト5時ですね。5時にぴったりになってるってわけわかんない。なんか今日見に来たブースカのファンおとなしかったね、意外と。そうですね、意外と、ね。なんか実際のブースカに会ったら、なんかブースカのこの威圧感に驚いてしまったのかもしれない。具体的に笑っていただけてもよかったんですね。ブースカ、なんか見てたお客さん、はい、ブースカ、どうしてこんなにブースカのお友達っていうかブースカファンはおとなしい人だったんでしょうか。いやいやいや、まあ、何だったんでしょう。今日は今も1時間も超えてますが、はい、これはもう先月ぐらいから始めておりますので、はい、最後の番組、ね、最後に 9は何これ、8じゃなくて9ってきたのは何これ。わかりませんね。奈良尾がまた最後にこういうことをやってきたのもね。いや、そうです。7はないよ、これ、はい、あの番組の最後にこれからもずっとアンケート取らせていただきますので、はいはいはい、アンケートね、アンケートいきますか。終了後もぜひご協力ください、はい、というわけで今日はこの辺で。ダメなのブースク、そうそうそう、今日はね5時からちょっと打ち合わせが入ってて、そう、ちょっとこれが、今日はちょっとこれ以上、お待ちになってるから、ね、はい、また来週、まあ、いずれにしても明日、モーニングクロス、そうですね、明後日はバラ色タンディ、土曜日は昼の12時から国家放送、なんか土曜の穴ってやつ、そうで、はい、13日に Q 様ということで、まあホームページ見ていただければ載ってます、ね、はい、でも載ってます、外言もあのアップを明日にはいたしますので、はい、すみません、いつかでも申し訳ございません。ぜひお読みくださいませ。七尾さん出てこないね、電話出てこないですね。もう一回かけてみますか。じゃあそれかけて終わりますかね。七尾さんにもう一回かけて、ね、かけながら、かけながら終わろうと思います。かけながら終わる。はい、はい、というわけで来週予約までしちゃうよ。はい、予約まで、予約までしますよ。はい。七尾さん、羽田で緊急着陸、嘘、800円。七尾さん、出ませんね。七尾さん、出ませんか。七尾さん、出ません。はい、あの、ですので、タイムシフト予約も1時間ではなく1時間半で取ってありますが、放送基本的に1時間です、ね。はい、1時間です。基本的に1時間です。ね、よっぽど気が向いた場合には。ご注意のなさらない。ブースカの気が向いた場合には。という感じでね、やりますので、はい、今後ということで出ませんか、出ませんでした、出ませんでしたね、あら、相変わらずです。というわけで来週は、はい、4月の15日午後14時から放送させていただきます。わかりました。この後すぐ予約をさせていただきますので、はい、ぜひタイムシフト予約を皆さんよろしくお願いいたします。それでは緊急着陸なんと、あとちょっと共同の、どうまたなんか出来ましたよ。あれ、また出ました。嘘でしょ、なかったです、大丈夫です。はい、電話か。では予約も終わりましたので、はいはい、この後タイムシフトよろしくね、はい、というわけでまた来週、はいはい、ありがとうございました。じゃあ下でお待ちくださいませ。